個人的にはどっちかといえば、赤福餅の方がありがたいです。でもいただけるのではあれば、信玄餅でも嬉しいです。では、どうぞ。今回は、海外ネットで大きな反響を呼んでいる、日本のデザートの食べ方をレクチャーしている動画から、ここでは、全国的にも有名な山梨県の和菓子、信玄餅と、やはり、全国的な知名度を誇る三重県の赤福餅、そして、日本で開発された菓子パン、チョココロネ、上記3つのお菓子の食べ方が紹介されています。動画の本来のテーマであるそれぞれの食べ方も、日本的な規律があるとして注目されているのですが、最も反響を呼んでいたのが、その見た目。特に、信玄餅と赤福餅は、日本の食に関する知識が全くない人にとっては、どんな味なのか想像もつかない食べ物であるため、大きな反響を呼んでいます。英語版は、半月ほどで1600万回再生を超え、コメントも多数寄せられています。反応をまとめましたので、ご覧ください。海外の反応。オーマイガー。何なんだこの食べ物は。アメリカ。どんな味なのか想像もつかない。興味深いなイギリス。日本ではデザートの食べ方ですらすごく規則正しいんだね。しかも清潔さと乱雑にしないことと汚さないことにとてもこだわってる。国籍不明。最初のはザ・デザートって感じ。日本人は何にでも文字通りの意味を持たせるな。サウジアラビア。1番目は砂糖で甘くしたマシュマロ、2番目は甘い寿司、3番目はチョコレート入りのブリオッシュみたい。実際の正体はともかく、とにかく全部美味しそう。イギリス。食欲をそそられる。食べやすいように一口サイズになってるのもいい。イギリス。謎すぎる。見た目からは何が何だかわからない。個人的にはあまり美味しそうには見えない。イギリス。見た目はそんな美味しそうには見えないんだけど、実際に食べてみると超美味しいよ。特に最初に出てきたデザートは最高。メキシコ。はははは。デザートの食べ方もサイエンスなのか。エルサルバドル。私も全く同じことを思った。2つ目に出てきたデザートなんて、すくう時のスプーンの角度まで説明されてるし。インド。人はそれをエチケットと呼ぶのです。マレーシア。最後のは何あれ。どういう経緯で誕生したのか興味津々な私。オーストラリア。一つ目に出てきたようなデザート、人生で一度も見たことがない。だって砂みたいじゃん。誰が砂を食べるの？国籍不明。驚異的な無知っぷりに呆れてしまうインド。日本人の旦那が言うには、最後に出てきたチョココロネ、あんな風に食べる人がいないって言ってたよ。オーストラリア。最初の粉のお菓子が謎だ。でも2番目のお菓子、あれは間違いなくうまい。ドイツ。すごく美味しそう。日本のデザート大好き。アメリカとは違って尋常じゃない量の砂糖は使わないし。アメリカ。チョコレートケーキよりはるかにヘルシーそう。フランス。どうして、日本の食べ物ってどれも、何かの神様が作ったような見た目をしてるんだ。オランダ。見た目からして食べる気が全く起きないんだが。国籍不明。謎多き食べ物だね。あの子たちのことを、もっともっと知りたい。別の国の文化とか、その国で好まれて食べられてるものとか、めちゃくちゃ興味をそそられる。アメリカ。日本人は、何でも芸術に昇華させるんだな。デザートの食べ方も繊細なアートみたいだ。国籍不明。一つ目のデザートは何なんだろう。でも、どれも複雑すぎて楽しんで食べられなさそう。アメリカ。デザートですら、美しく考え抜かれていて、日本らしく精巧に作られてるんだね。南アフリカ。見た目は、あまり美味しそうには見えない。だけど、日本のデザートなら多分美味しいんだろう。国籍不明。日本の食文化、独創的すぎるのにも程があんだろう。イタリア。
日本は、すべての面でクール。デザートの食べ方ですら、アメリカ。餅。なら絶対美味しいじゃん。今まで食べてきたものの中で一番美味しかったもん、チェコ。日本人は、人の興味をくすぐるものを作る達人でしょ。いつか絶対に、自分の目で日本を見てみたい。アメリカ。わらび餅だ。大好き。そこまで甘くないんだけど、爽やかな味わいなの。特に、夏の暑い日に食べると最高だよ。フィリピン。おやつの食べ方にも規律があることに笑ったコロンビア。デザートも量が少ないしカロリーも低そうだから、日本人は太りっぱなしの私たちとは違うのかもね。アメリカ。日本では見た目も味と同じくらい大事なんだよ。向こうのお店で注文すると、日本の写真通りの料理が運ばれてくる。日本のそういうところがたまらなく好きなんだ。日本在住。ここまで味の想像がつかない食べ物は初めて見たぜ。アメリカ。俺たちからすれば日本の食べ物が興味深く見えるように、日本人もこっちの食べ物をそう見てるんだろうね。アメリカ。他の国の食べ物って興味深いよね。自分の国の文化とは全く違う文化があることを知るのは本当に楽しい。この動画もまさにその楽しさを味わせてくれたよ。アメリカ。きな粉を砂に例えていた方はものすごく叩かれていたんですけど、基本的にきな粉の正体は多くの外国人にとって謎だったようでした。あんこはそれなりに知られているようですが、きな粉はまだ外国での認知度は低いようですね。言葉で説明しても実際食べてみるのに越したことはないと思うので、お土産でもらうなど一度食べてみる機会があればいいですね。